韓国代表が初のヨーロッパチーム相手に苦戦した。パウロ・ベント監督が率いる韓国は6日未明トルコイスタンブールで行われたジョージアとの強化試合でファンウィジョの2ゴールで2-2と引き分けた。韓国はファンウィジョのオーストラリア、イラン戦に続く3試合連続得点で、辛くも引き分けた。この日の試合は来る10日。 トルクメニスタント2022国際サッカー連盟語るワールドカップアジア地域に自予選 H 組第1戦を控えて行う最終的なテスト試合だったが、ワールドカップ予選へ向けて不安を残す強化試合となった。なお、韓国は来る10日、トルクメニスタントのワールドカップ予選はじめ戦を行う。